ほとんどそのクライアントの企業の社長さんだったり会長さんだったりが非相続人のケースが多いですので、その事業が経営体としてねしっかり継続してやっていけるような、あの相続をするということが大事だと思いますね、はい、結局はばらけてる人たちが最初はそのお父さんとお友達だとか非常に近い方、意思のこう気持ちの通っている方たち同士であの株主の持ち合いをするわけですけど、実際その下の代とかその下の代になってくるとそういう意思っても全然違ってきますよね。それで皆さんが立派な方ならいいんですけど、中にやっぱり変な方が持たれるなんてことになってくると、当然ねその当初の意思とはまるで違った意思の方がお持ちになられると、もっと会社にとってはいろいろマイナスの側面というのが非常に多くなってきますよね。だからそれを考えると株はあまり散らさない方がいいという、特に同族会社はですね、私は基本的にそういう考え方を持っておりますので、はい、修繕の対策をするときはこれから財産を送る方の意向を大事にするということ、まああのまあ、皆さんおっしゃることですけども、家族の方と皆さんが幸せになるように考えますので、それが実現するようにしていきたいなと考えてやってました。あの課税のシステムとしてはやっぱり愚直でしょうね。要はあの世界的に見て日本の税制というのは要するに金持ち外出ていけみたいなこと平気でやる税制作ってるわけですから、だから香港にみんなも金持ち出てっちゃうということですよね。そうすると金あって消費してくれる人たちが日本から消えてしまうということになっちゃいますので、だからどんなもんでしょうかね。私はあまりあのいい税制とは思えないですね。あのあまり賛成してるわけではありません、本人としては、はい、遠藤会計事務所 の遠藤と申します。うちの事務所は歴史をほとんど50年近く昭和37年からでございますので、私の父の代から、続いている事務所でございます、ずっと一貫してモットーとしてやっておりますのは、クライアント企業の向上と繁栄ということを支えていくということを主軸に考えております。したがいまして相続も、企業が本当に幸せにあの反映していくことを願って考えておりますので、事前の対策と経営していく上で一番いい姿はどうあるべきかということを軸に相続のお手伝いもさせていただいております。あんまりトリッキーなこととかはやらないんですけど、まっすぐな解釈で相続税の申告を間違いなくお手伝いさせていただければということで考えております。よろしくお願いいたします。